国際金融協会が発表した最新調査結果は、コロナ禍が再び世界債務の圧力に拍車をかけていることを示しました。新型コロナウイルスの影響を受けて、世界の債務は昨年、24兆アメリカドル増加し、過去最高の281兆アメリカドルに達しました。 アメリカ商務省のウェブサイトによると2019年のアメリカの国内総生産は21.43兆アメリカドルに達したといいますつまり債務の増加規模が1年間で世界最大の経済大国であるアメリカの GDP 総額を上回ったことを意味しています一方世界債務残高対世界 GDP の比率は355%を超えていますこのうち 政府は最大の債務者であり、新たな債務の半分以上を占めています。IIF のデータによると、政府債務対 GDP の比率は2019年の88%から2020年の105%に上昇したといいます。その原因は、先進国が昨年、相次いで打ち出した大規模な救済策が主な引き金となったからです。IIF は今年の初め、 特にアメリカと EU が打ち出した大規模な景気刺激策が世界債務の増加を助長したと指摘しましたさまざまな景気刺激策は経済圧力を一時的に緩和する役割を果たしてきましたが財政や予算の不均衡などの課題も生み出してきました IIF は今年の世界経済は記録的な巨額の債務を負うことが予想され 回復の見通ししにに大きなな圧力を与えるることになるでしょう世界的にワクチンの接種が行われる中、IIF は今年の世界債務の増加が比較的緩やかになるかもしれないと考えています。しかし、ワクチン接種の進捗状況が国によって異なるため、ワクチン接種が遅れた国にとって債務負担が大きくなると予想されます。 世界の主要国は新型コロナウイルスによる不況対策に多額の投資を行いましたが今はいつどのように資金投入を止めるかというより複雑な政策選択に直面しています政府がコロナと戦い経済を救うべきですが果てしない借金需要と記録的な債務は今では持続不可能な道を歩んでおりやがて対処困難になっていくでしょう もっかどの国の中央銀行も余裕がなくなっていることを認めたがりませんしかし残念ながら先進国の中央銀行はすでにこの状況に近づいています政府が導入した救済措置は世界債務を急増させていますがアナリストは世界経済がまだ回復していない状況下で軽率に措置を撤回することはできないと考えています 政治的・社会的圧力は赤字と債務を削減するための政府の努力を制限し将来の危機への対応能力を危険にさらす可能性があります。コロナ禍で各国政府はますます苦しくなり高く建てられた債務は各国の指導者を一層困らせています。